いや、とりあえずホッとしてます。もう最後の半ちゃん、まあ連帯条件もうすごい競ってるんですよね。6位までほとんど差がなくて、なんでもう3チャー以下だと絶対ダメなとこで、あのラス前の時点で3チャーでトップ目がちょっと出ちゃった感じで、いやーってなったんですけど、オーラスでなんとか、オーラス親番でなんとか連チャンして残ったんで、いや本当に良かったって感じですもう全然楽じゃなかったです。はい、リーグ戦通じて、なんか山あり谷あり最初プラスでスタートしたんですけど、そっから2連続でマイナスしちゃって、一時期高級圏内だったんですけど、いやそっから、まあ、最後の3節追い上げてきたんで、なんかすごいやりきりました、はい、そうですね、まあ、決定戦は初めてなんですけど、まあ、自分的にはこれまでいろいろ積んできたので経験を、なんで全然臆してないというか、まあ、周りは先輩たちなんですけど全然自分もやれると思ってるので、私は強気でやっていこうと思ってます。あと1ヶ月いっぱい肉を食べますはい、必ず女流ちゃん王になるので、皆さんぜひ応援してください。